どうも、バンです。本日は2020年10月10日、時刻は12時30分ぐらいなんですけれども、台風がそれて、で、近畿地方に近づいてきました。で、台風は、東の風を伴って近づいてきたんですけれども、そのまま、U ターンしてですね、太平洋の方へ帰っていきました。でも関東地方の方は大雨になっているそうですけれども、近畿地方の方は雨が止みました。で、台風がですね、北上して日本海に抜けたような場合だと西の風が吹くんですけれども、今回東の風が吹いてそれで終わりというような天候になりました。というわけで、滋賀県琵琶湖湖畔、西岸地区の状況なんですけども、このようにですね、東の風で、打ち寄せられてきた水草でいっぱいです。こちらの方の砂浜の、ここからこっち側はね、いつもブラッシングしてるんで、比較的良好な砂浜が維持できてるんですけども、ここから東側もう濃縮水草状態といったところですね。さて、これどうしようもないですね、これね。沖合、そうですね、30メートル付近まで、水草の濃縮水域状態という状況になっています。その代わり、琵琶湖の沖合の方、これはですね、もうほぼ水草の影が見えない、そういう状況ですね。風で一気にこちらの方に押し寄せてきたといった状況です。さて、これ、もはや人力で、回収できるレベルではないです。水位が、琵琶湖の水位現在マイナス20センチほどですね。3日ほど前まではマイナス37センチまで行ったんですけれども、一気に水位が、15センチぐらい上がっているはずです。ですけれどもね、計画的な水位の調節があります。10月15日以降は、台風の加減にもよるかとは思うんですけれども、基本的に水位は上げられます。なので一旦この水位が上がります。もうちょっとね。なので自然に、毎年沖合の方にまた流れていってくれるんですけれども、それでも流れていってくれない分については手作業で回収してるんですね。で、この状態で手をつけるかどうかですけれども、もはや、どうしようもないですね。行政にちょっと相談して、機械を入れてもらうか、水草回収船がね、滋賀県には2隻ありますんで、そのうちの1隻を回してもらわないかどうかちょっとね相談してみます。そのための資料ということもありますし、ちょっと動画を作成しております。そうですね、沖合30メートル付近やったら水草回収船がね入れるんじゃないかなと思うんですけどね。この沖合、数メートルのとこまでは来れないですね。船なんでね、しかもなんかかなり変わった特殊な形状の船なんで、湖岸までは来れないとは思うんですけども、そうですね、湖岸10メートル沖以降ぐらいのこの水草のね上層がお願いできないかどうか、ちょっと役所の方に相談してみようと思います。これは大変だぞ。というか毎年のことですけれどもね。それでは琵琶湖の湖岸の状況をお伝えする動画でした。ではでは。